もしもし。もしもし。美晴今どこにいるの？どこにいると思う？ここ。ずっといたの？ちょっと前から。なんだよお前、声かけろよ。ちょっとぶつかったの。それがね、一番。うん、ほら並んでる。ここでこんだけ。うん、生ビール、ウーロン茶。ねえ、なんで今日はいいの？何が？いつもうちに泊めるの嫌がんじゃん。やだやだやだっつって。だって羽田でしょ明日。うちからのが楽じゃない。ふん。何時の飛行機？明日。うん、ね、ちょっと待って。チリンゴを買って帰らないとね。うん、コンビニのリンゴでいいんでしょ？うん、いいよ。コンビニはずっと空いてるし、じゃあもう一軒寄ってきましょう。まだ飲むの？うん。桜木町までお願いします。はい。さっきふと思ったの。何？人混みの中で三谷さん私のこと探したでしょ？探した。なんだか幸せだなって思った。変えたんだ。そう、カメラ付き。んやだ、撮らないでよ。えほらこれ保存しよう。何今？何が？メール？きっと無言電話よ。無言電話って？最近しょっちゅうかかってくる非通知で。男？そんなの分かんないわよ、非通知だもん。そうなんだ。じゃあ見てみて。いいよ別に疑ってないもん。しまいなそれ。
はい、はい、アブジンスキー飲んでみて。彼お酒飲めないの。いや大丈夫だよ、このくらいアブジンスキー。好きつやつやいけないんだよ。しっかりしてよ。明日早いんでしょ。大丈夫。あのさ、さっきまた三谷さんっつったでしょ。気のせいよ。言った。ねえ、もうさ、他人行儀な言い方やめてっつったじゃん。もっとさ、こう淳之介とか淳君とかさ、ついに気持ち悪い、すっごい気持ち悪い。大丈夫？ね、吐きそう？吐きそうって言わないで、吐くから。じゃあ行きましょう。待って、よいしょ。大丈夫、大丈夫。ねえ、どうして私なの？三原はじゃあ、なんで俺なの？ごめんなさい、私、自分に自信が持てなくて。どうした？リンゴ、リンゴ買うの忘れてた。いいよ、リンゴはもう。うん、よくない。私ちょっとコンビニ行ってくる。だったらじゃあ俺も行く。あ、待って、俺気持ち悪いや。先に入って待ってて。三谷さん、部屋で打っときたらトイレだよ。また三谷さんっつったぞ。じゃあね、5分で戻ってくるから。
もしもし、美晴、今どこにいんの？連絡ください。幹線道路やけんですね。立地はもう申し分なかと思うとですよ、うん、かなりいいんじゃないかな。あ、見通しもいいし駐車場も広く取れそうだ。ありがとうございます。率直に言っていいですか？どうぞどうぞ。こちらもそっちの方が良かったです。ここ確かに交通の便はいいと思うんですけども、はい、人通りがちょっと少ないんじゃないでしょうかね。まあ、道路付けをですね優先して探したもんやけんですね。いや、便器やバスのショールームって車のショールームみたいにわざわざ目指してくる人が少ないと思うんですよ。買い物帰りかなんかにこうふらっと通りがかって、ああそうだ、うちもウォシュレットつけてみようかなとか、いくらぐらいするんだろうかなって感じでこう立ち寄れる方がいいと思うんですよね。そうですかね。三谷、お前、あ、ちょっとすいません。搬入の効率を考えないとショールームとして機能しなくなるだろう。いや、それもそうなんですけど、でもここはやっぱり人通り少なすぎやしませんかね。じゃあここはこの辺にしといて。どうぞ。はい。ないから心配してます。とりあえず電話ください。すいませんでした。
ますよ。あれ食っちゃダメだぞ。お前の言うことも分かるけどな、ここは東京じゃない、ローカルで正論は通じないんだ。大体ね、お前甘いんだよ、いいか。ローカルで仕事をやるには地元の人間を尊重しなくて絶対スムーズに進まないぞ。明日明後日挨拶回りして、提案時代もっと地元を盛り上げ、おだてるような方向で書くようにしろ。いいな。はい、帰ったらすぐだぞ。すいません、ウロン茶ください。うまそうっすね、これ。女か。え、携帯ばっかり気にしてどうかしてるぞ。お前すいません、なんかちょっと連絡がつかなくて。女だろ。そんなんじゃないっす。希望して企画課に来たんだったらな、もっと真面目にやれよ。お前の代わりなんかいくらでもいるぞ。あ、うらちゃん待ち。九州北部地方の気象情報です。事務所です。あ、もしもし、あの三谷と申しますけれども、そちらに南雲さんいらっしゃいましょうか。南雲なら月曜から休暇を取ってますが。え、もしもし。あ、もしもし、あの、じゃ今日で4日も休んでるってことですか。休暇願いは今週いっぱい休みということになっていますが。あれ、それって南雲さん自身が休暇届出したってことですか。申し訳ありませんけど、そういうことはちょっとお答えできません。そうですか、わかりました。どうもすいません。Thank you.
木です。あ、課長戻ってる。はい。そこにいんの？ええ。あの、今日はもう用事ができて会社には戻れない。戻れないって何かあったんですか？ちょっとね。だからさ、福岡の報告書明日あげるから、今日は課長にうまいこと言っといてくれないかな。はい、わかりました。はい、お願いします。お疲れ様です。三谷さんですか？そう、今日は戻らないって。やばい、また福岡で課長と何かあったのかな。まあきっとそんなところね。あ、これだ。すいません、あの日曜の夜、すいません、あ、日曜の夜ですね、女の人がリンゴを買いに来たと思うんですけど、髪の毛ポニーテールにした。あれ、聞こえてましたよね。あの、日曜の夜、女の人リンゴ買いに来ませんでした。さあ、あ、じゃあ、あの、当日働いてた人教えてもらいたいんですけど。わかんない。いや、わかんないじゃなくて、あの、結構あの、大事なことなんですよ。人の命がかかってるっていうかね。あの、当日働いてた人教えてほしいんだけどな。ん？これ何これ？ねえ、この南雲様っていう人を探してんだけど。この人がリンゴ買いに来た人なの。店長。はい。あ、すいません、これ何ですか？この南雲様っていう人探してるんですけど。あ、南雲さんのお知り合い？はい、そうです。神山です。あの、店長さんに呼ばれてきたんですけど。夜食のおにぎり買いに来たんです。おにぎり？はい。あと大学の図書館で借りてた本が期限切れだったんでコピーしようかと思って。で、私神経性の胃痙攣だったらしくて、月曜の朝目が覚めて看護婦さんに南雲さんっていう人が病院まで付き添ってくれたって聞いたんです。そうですか。あ、店長さん、あの、南雲さんってそれ以来見てません？南雲さん、この日曜の晩から見てないですよ。部長、おはようございます。あ、おはよう、松永君。どうだ、福岡の件そろそろまとまったか？はい、月曜日には提案書をお持ちします。あ、そう、来週の役員会にあげるからな、頼むぞ。はい。いらっしゃいませ。三谷。はい。
なんだこれ。こんなんで上に上げられると思ってんのか。お前、この間の話聞いてなかったのか。女が消えたかなんか知らんが、仕事だけはちゃんとやってくれよ。来週役員プレゼンだ。これやり直せ。どうしたんですか三谷さん。いつもの三谷さんなら課長の言うことなんて笑って受け流すのに。日曜日は大丈夫ですか。日曜日なんだっけ。デザイナーの木村さんの受賞のパーティーです。少しでもいいから顔出した方がいいと。そうだったね。日曜日ちょっと用事があるんだ。悪いんだけど一人で行ってきてくんない。分かった。夕方には行く。パーティーは4時からです。花束は私が用意しておきますので。いつも悪いね。いえ、場所って品川のロイヤルホテルだよね。そうです。じゃあ3時半に1階のラウンジで待っています。では。遅いね。なんか付き合いしちゃって。いえ、南雲さん家に帰ってないなんてなんか気になりますから。覚えてますよね。日曜日に私が救急車で運ばれてきた時に付き添ってくださった方です。ええ、覚えてますよ。私がここへ運び込まれたのは深夜の1時過ぎですよね。彼女がここを出たのは何時頃でしょうか。南雲さん、この病院を出た後1週間近くも家に帰ってないらしいんです。え、まだ行方不明とかそういう大げさなことと決まったわけじゃないんですけど、いなくなったのが夜中ですし。それならご心配いらないんじゃないでしょうか。え、南雲さんは月曜日の明け方お友達の家に行かれました。友達？どういうことでしょうか。ちょっと説明がいるんですけど、その南雲さんのお友達は浜口さんとおっしゃいます。こちらの神山さんが救急車で運び込まれた日曜の晩にちょうど浜口さんのご主人も休館としてうちの病院にいらして。つまり南雲さんは偶然この病院で浜口さんという友達に会ったってことですか。詳しい事情は分からないけど、明け方になって浜口さんのご主人が亡くなられました。亡くなったんですか。何しろ突然の不幸で、ご主人まだ40代の若さで、浜口さん大変なショックで、私どももどうしようかと困っていたところ、ちょうど南雲さんが家まで送っていくと言ってくださったんです。漆原さん、その浜口さんの住所分かりますか。ええ、分かると思うわ。
すいません、浜口留美子さんっていらっしゃいますか？私ですけど、何か。南雲美晴さんのお友達ですよね？南雲は大学の時の。もしかして三谷さん？三谷です。やっぱり。月曜の朝で間違いありませんか？間違えるわけがありません。主人が亡くなった朝ですから。なんかご不幸があったばっかりに。どうもすいません。明くる火曜が葬儀で、火葬場から帰った時にはもう美晴の姿は見えませんでした。親戚が大勢集まってくるし、悲しんでられる暇もないぐらいに家の中が忙しくなって、それできっともう美晴は大丈夫だと思ったんじゃないかしら。それまで私のこと心配してずっとそばについていてくれたんです。じゃあ三谷さんはどうなんです？はい。美晴の行く先に心当たりはないんですか？大丈夫よ。そのうち帰ってくると思う。これ僕の連絡先なんですけど、美晴から何か連絡ありましたらここに連絡してもらえますか？ごめん、遅れた。これ、私がプレゼントしたネクタイですよね。あ、そうだったね。お茶飲んでから行きません？どうして？だって、三谷さん、ずいぶんとお疲れみたいだから。そうだね。ちょっと疲れた。すみません。失礼いたします。コーヒーでいいですよね？コーヒーお願いします。かしこまりました。それ何飲んでんの？これですか？ローズヒップティー。一口飲んでみます？いい。なんか鈴の木いつもと違うね。一応パーティーですから。ううん、着てるもんとかじゃなくて。何か変ですか？なんか最近の三谷さんの方がよっぽど変です。そっか。何かあったんですか？なんもないよ。お待たせいたしました。どうぞごゆっくり。何かあったんですね。ジェンデって香水覚えてる？
もちろん覚えてます。私が頼んだんだし。確か半年くらい前でしたよね。デュエンデってあります？デュエンデですね。かしこまりました。少々お待ちください。すいません、デュエンデって置いてますか？はい、少々お待ちくださいませ。お待たせいたしました。こちらの香水ですね。申し訳ございません、デュエンデはただいま品切れになっております。失礼ですけど、あれは何という香水？デュエンデです。そこにあるじゃない。一つはございます。でもあれが最後の一つでございます。そのデュエンデがどうかしたんですか？あの香水をプレゼントしたんだ。私が頼んだデュエンデを他の人にあげたんですか？じゃあ、あの時デュエンデはあったんですね。ごめん。それで？それでその人がいなくなっちゃったんだ。これどうぞ。いいんですか？どうぞ。でもこれは誰かへの贈り物じゃ。これね、いとこにねプレゼントしようと思って。三谷さん、どこかでお食事でもしませんか？ごめん、俺まだちょっとあるから。南雲美晴さんは家出ってことですか？いや、家出じゃないんです。家出じゃない、はい、ってことは彼女行方不明なんです。日曜の晩に林業会に行ってそのまま家に戻ってきてないんですよ。喧嘩かなんかした？いや、してません。書き置きとかはありません。そういうのないから心配してここに相談しに来てるんです。月曜か火曜に交通事故とか殺人事件とかここら辺近辺でなんかそんなおかしなようなこと起こってません？この交番の管内ではこの半年事件も事故もありません。全く。そうですか。10万人もいるんですよ。何の数字だか分かります？10万人。分かんないです。日本全国で1年間での失踪者の数です。年間10万人もの人が家族に何にも告げずに姿を消してるんです。彼女は失踪したわけじゃないんです、うん、どこの世界にリンゴ買いに行ってそのまま失踪する人いますか、
まあ、私の話よく聞いてください。まあもういいです、ありがとうございました。いやいやいや、もういいです。あのね、面白い話いっぱいあるんだが。あなたが手紙に僕に会いたいと書いているのを目にした時の君の驚きはさせていただけると思います。もし本気であなたが僕の顔を見たいとおっしゃるなら、僕の方に依存があるわけはありません。設計事務所です。あ、もしもし、三谷と申しますけども、南雲さんいらっしゃいますでしょうか。南雲は退社しました。退社って会社を辞めたってことですか。そうですけど。いつ辞めたんでしょうか。なんで辞めたんですか。この間電話してきた方ね、一体南雲とどういうご関係ですか。
しもし？もしもし？おはようございます。おはよう。今日は早いですね。三谷さん、横浜のショールームのデータまとまりました。はい、ありがとうね。はい、どうぞ。あれ、これさ、課長に出しといてくれない？俺行くわ。会ったら美晴ちゃんに言っといて。電話一本でやめえなんていくらなんでも非常識だって。あの最後の電話って本人がかけてきました？そりゃそうでしょう。他人がかけてきたんじゃこっちだって承知しないわよ。あのどんな感じでした？普通だったわよ。風邪ひいて休みますっていうのと同じ。なんだかあっさりしてるからこっちだって拍子抜けしたのよ。ガントもすいませんでした。あ、ちょっと。はい、美晴ちゃんの私物全部処分してくださいって言われても最近ゴミ捨てるのもお金かかるから。おかしなことしたら声上げるわよ。あ、僕三谷と言います。あの三原さんの身内の方ですか？だとしたら何？三原さん今どこにいるかご存知でしょうか？その前に、ていうか、あなた一体そこで何をしてるの？あの、これ、美晴さんの私物です。あの、美晴さん、あの、急に会社辞めたみたいで、で、僕、代わりにこれ取ってきたんですけど。会社を辞めたって、あなた、美晴の何？ていうか、美晴は今どこにいるの？あの僕も探してるんですけど、でここに来たんです。でここに来たら会えるかなと思って。それで美晴の私物を調べてるってわけ？あ、
や、なんか手がかりにならないかなと思いまして。女だからっていい加減なこと言ってると承知しないわよ。ここへはどうやって入ったの？鍵持ってます。あなたが美晴の鍵をなぜ持ってるのか説明して。美晴さんから僕のこと聞いてません？聞いてないっすね。分かったわ。三谷さん、一体美晴はどこへ行ったんですか？あなた美晴のボーイフレンドだって自分で言いましたよね。はい、そのつもりです。私にはとても信じられない。半年以上も付き合っていながら美晴がどこ行ったのか見当もつかないなんて、一体どんな付き合い方してたんですか？すいません。三谷さん、確かなことは一つよ。もしあの月曜の朝美晴がいなくなったことあなたがちょっとでも気にして待っていてくれたら、せめて連絡がつくまで出張行くのを遅らせてくれたら、美晴はいなくなったりなんかしなかったと思うわ。お姉さん、江ノ畑光一っていう人ご存知ですか？ご存知なんですか？知りません、そんな人。純ちゃん、おかえり。なんかあったの？もしもし、浜口です。美晴から何か連絡ありましたか？ちょっとお話ししたいことがあるんですが、連絡いただけないでしょうか？主人なんです、若い頃の。その写真を持って女の子がうちに訪ねてきたんです、日曜の晩に。それ先週の日曜の晩ですか？ええ、夫が倒れる直前、玄関に出たら小学生くらいの女の子が立っていて、お父さんに会いに来たってその子は言ったの。
それで。あとは知りません。ごめんなさい。その子のことは本当によく知らないんです。あとは夫が一人で相手をして、そのうち突然あんなことになってしまって、救急車を呼んで。この間お話ししましたよね。はい。夫が亡くなった後、美晴がずっと私のそばに付き添っててくれて、いろいろ世話を焼いてくれたんです。通夜の時も葬儀の時も。美晴が私の代わりにその女の子の面倒を見てくれたんです。そのうち女の子も美晴に懐いてきて、一緒にお使いに行ったり、台所で二人並んでお皿を洗ったり、あと美晴の持ってたリンゴを二人で仲良くかじったり。それで葬儀が終わって一段落ついた頃、二人ともいなくなっていたんです。多分美晴はその子と一緒です。同じ匂いみたいなのを感じたのかな。美晴も小さい頃父親と行き別れになったとご存知ですよね。今も一緒にいるかどうか確かじゃないけれど、でも多分美晴はその子を家まで送り届けてくれたんだと思うんです。その子とその子の母親の住む家、天竜川のそばに家があるの。はい。天竜川、そういう名前の川があるでしょ。美晴とその女の子が話してたのを覚えてる。間違いないと思う。人っていろんな過去があったり、近しい人に言えないことだったり、難しいですよね。私も一体夫の何を知ってたのかなって。東京から来たんだ。東京までよく一人で行けたね。大変だったな。怖がらなくていいよ。俺リンゴの話をしに来ただけだから。リンゴ？うん、リンゴ、ね、リンゴもらったでしょ。東京で女の人にリンゴもらったでしょ。あのね、俺その人の知り合いなのよ。美晴さんの？そう、美晴さんの。あの、ね、美晴さん今どこにいるか知らない？知らない。だってここまで一緒に来たんでしょ。10度。はい。あ、入っちゃった。ごめんね。そう。ねえ、知らない？じゃあさ、美晴さんこの後どこに行ったか知らない？
兄さん恋人なの？違うな。だってさ、恋人だったらどこにいるか知ってるはずでしょ。美晴さん、うちまで送ってくれて、お母さんに一緒に謝ってくれた。あ、そう。私が勝手にお父さんに会いに行ったからお母さん怒ってて、美晴さんが一緒じゃなかったら私家に帰れなかった。よかったね。美晴さん東京に帰るって言ってたよ。東京？あ、そう。休暇届1枚でこの大事な時期に1週間も休むようなやつ、企画課に置いときませんよ。三谷にはね、福岡のショールームをやってもらうつもりでいるんだ。その仕事も放り出して遊び歩いてるんですよ。まあ、確かにまだ若いが独身だしな、身軽だ。福岡の連中ともうまくやっていけるんじゃない？無理です。九州地区にショールームを出すのはこれが初めてじゃないですか。そんな大役、あんないい加減な男に任せるわけにはいきませんよ。一体どういうことですか？見ればわかるでしょ。美晴は引っ越したのよ。いつ引っ越したんですか？知らないわ。私が今日来たらこうだったのよ。マジかよ。ところで三谷さん、あなたこんな時間に何しに来たの？
さんの行方とその手紙なんか関係あるんじゃないかと思うんですよね。その手紙の男と美晴さんは親しい仲だと思うんですけど。あなたこの手紙どうしたの？三谷さん、宇野畑光一は私たちの父なの。父？私たちが子供の頃離婚して出てった父。お父さん今どこにいるんですか？知らないわ。美晴がどうやって住所調べたのかも。美晴さんの引っ越し先とお父さんって何か関係あるんじゃないですか？私には分からないわ。だって父が家を出てて20年も経つのよ。一体何が何だか。これは私が預かっとくわ。よろしくお願いします。はい、失礼します。三谷さん、部長の話って何だったんですか？三谷さん、三谷さん、三谷さん、今度の移動で営業へ行けって言われたの。福岡の件俺がほったらかしにしてからだって。俺の提案書さ、松永握りつぶしたんだよ。あいつが全部仕組んだんだよ。何のためにそんなことするんですか？いらない。これを飛ばしてさ、自分が福岡のショールーム行ったんだろ。ほんとにせこいリーマン根性だよ。どうするんですか？俺はもう終わりだよ。終わり？終わり。
考え直してください。紹介してくれた店、はい、あそこなかなかうまかったよ。また紹介してよ。よろしくお願いします。行きましょう。お願いします。お疲れ様。何の話？ちょっと見積もり下げた方がいいかもしれないな。じゃないと取り扱ってくれないような気がする。まずは先方のテーブルに乗んないとさ、話にならないからな。課長。ん？ショールームの秋のキャンペーンのポスターが出来上がりましたのでお持ちしました。はいよ。今回は抽選です。うん。これなかなか見やすくていいな。最近企画家頑張ってるね。ありがとうございます。お疲れさん。お疲れです。お疲れ様。おい、三谷。はい。例の案件どうなった？あ、見積もりもう少し下げようかと思ってます。で、来週先方にもう一度トライしますね。分かった。あいつああ見えて結構コツコツ堅実なんだ。きっとその長期な仕事するようになる。そうなんですか。うん、これ OK。 はい、ありがとうございます。あ、じゃあ今、最後のこのダボを切って。じゅんちゃん、おはよう。うっす、クッキーどうぞ。おいしいよ。どうも。しかし世の中には変わったことをやる人もいるもんだよね。これちょっと初めてにしてはかなりいい出来栄えじゃないんですか。これやっぱり、ね、福岡県のこの島にあるアトリエで榎畑さんはこういった流木の作品、榎畑さんの作品、様々なジャンルの創作活動をなさっています。へえ、芸術ね。今日はその一部をなんか俺にもできそう。それではちょっと見ていきたいと思います。あ、絵も描かれてる。明日玉が開いてこの絵はまた流木拾ってこようかな。これは誰がモデルになってるのか。ねえ、実はこの絵、どうしたの。榎畑浩一さんのお嬢さんがモデルなんです。ジュンちゃん、きっかけだったんですね。なるほどなるほど。まあね、あの人物の他にもですね、まあ、風景画があったり、またください。ごめんください。
半年前、三原さんは突然僕の前から姿を消したんです。おそらく三原さんはその後こちらに向かったんじゃないでしょうか。もう半年前になりますか。はい、家族とはずっと音信不通になっていたんですけども、会ってみたいって突然あの子が手紙をくれまして、新聞で私の紹介記事を見て住所を調べたそうです。三春さんは、これは私の想像なんですが、家族を捨ててまで私が求めていたものって一体何なんだろうかって覗きに来たんじゃないでしょうか。それは三春さんもそういうものを求めていたってことなんですかね。わからないな。私に似たのかもね。三原はただ私の絵を見たり近所の陶芸教室を覗いたりのんびりしていただけですから。じゃあ、あの絵はその時の。そう、三原は浜辺を散歩した後、じゃあねお父さんって言って帰ってきました。じゃあねお父さんつって、以来三原から一度も連絡ありません。心配じゃないんですか。だって20年ぶりに会った娘が何も言わないで帰っていって、その後音信が途絶えてるんですよ。心配はしていません。三原は私に何も言いませんでしたが、何か吹っ切れたような顔してましたから。吹っ切れた顔。なんかよくわかんないんですよね。家族を捨てるとか突然いなくなるとか、俺そういうの本当わかんないですよね。お父さんわかりますか。何かって、そのそれまでの自分を捨ててもいい何かって一体何なんですかね。これは私の学生の時の話なんだが、ある時恋人とデートをして、その帰り際にウィンドウに飾られた一足の靴に目を留めた。私はどうしてもその靴が欲しかった。ああ、金の持ち合わせがなかったので恋人にその代金を立て替えてもらった。そこまでは良かった。ところがその晩、なけなしの金を私に貸したせいで、彼女はタクシーで帰る予定だったのをバスに変更した。それでどうなったんですか。後で分かったことだけど、そのバスの中で彼女は思わぬ懐かしい顔に再会した。それは中学校時代のボーイフレンドだった。後に彼女は私の元を去り、そのボーイフレンドと一生を共にすることになった。この話の核心は靴だね。一足の靴を欲しがったために、私は大切な彼女を失ってしまったわけだ。そうでしょうか。もしその人にあなたを思う強い意志があったら、そんなことにはならなかったんじゃないですか。確信は靴なんだよ、三谷君。少なくとも私はそう思うことによって彼女のことに決着をつけることができたんだよ。時間だ。
鈴の木。三谷さん、予定なかったらちょっとだけ。これお礼してなかったから。何のお礼ですか？あの時さ、俺が会社辞めるの止めてくれただろ。あといつかの約束も実行してなかったし。ありがとう。これからどうするんですか？三谷さんは本当に終わりにできるんですか？忘れられるんですか、彼女のこと。まあ忘れるしかないよな。忘れてください。そろそろ行くよ。え、もうそんな時間？ちょっと待ってて。パパ行くって。バイバイしようね。はい、タウ。はい、よくできました。パパ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい、まだよ。暑いでしょうね。うん。福岡松永さんが支店長で言ってるんでしょ。うん。福岡伸び悩んでてなんかショールーム維持できないらしいよ。そうなると思ってた。よく言うよ。忘れ物はない。ああ、それ忘れてた。明日夕方に戻ってくるんでしょ。明日はね、昼にはもう東京着いてるよ。じゃあ気をつけて。はい、パパにバイバイは。バイバイ。じゃあね、行ってきます。いってらっしゃい。私たちもご飯食べよう。に関する情報は付け加えさせていただきましたので、いつも合計金額はこちらになるんですけれども。ああ、なるほどですね。ゆかです。これでお願いします。ありがとうございます。この契約は福岡に支社を開設して以来の大きな受注です。精一杯やらさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。
してですいやそれにしてもこの店懐かしいですよねそうだね5年ぶりかねはい5年ぶりうんあっという間だなはいよしご了承ください、うん、だけど意外だったよ何ですか君がここまで営業が水に合ってるとはね僕自身もですよただね女房はそうでもなかったみたいですけどあやっぱり女すごいね彼女言ってたもんな君は企画課の外に出ても十分やっていけるって、うん、しかし惜しいよな何が知ってる君が営業行ってから彼女企画課のエースだったんだよ大きなプロジェクトほとんど彼女がやってたそれをさ君もう一発差しになりますはいはいはいどうも君と結婚するっつって仕事あっさり辞めちゃったろ、うん、その潔さにさ俺なんかいろいろ考えさせられてる松永さんはいもう女房の話はよしましょうよねそうだねこれから福岡支社よろしくお願いしますたっぷりいじめさせてもらいますお手柔らかにお願いしますはいはいはいでもだいぶ伸びるようになったよ営業でね、うん、すごく鍛えられましたあそう、うんすみません。はい。9時55分の羽田行きってまだ間に合います。そうですね。9時55分。次の便を予約された方がよろしいかと思いますが、お調べしましょうか。はい、お願いします。はい。これって。江ノ畑浩二さんの作品ですか。はい、よくご存知ですね。あ、まだのこの島に住んでらっしゃるんですか。ええ、そのはずです。お知り合いですか。確かお嬢さんは伊万里で陶芸をされているんですよね。お嬢さんって三原さんですか。あ、お名前まではちょっと。そうですか。ちょっとお待ちください。この方ですよ。ごめんください。
ごめんなさい、三谷さん。なんで連絡しなかった？連絡はしたのよ、何度か。でも行き違いばかりだった。あの日、手紙を読んだわ。手紙？あの夜、ポストに入ってた手紙。あの夜って？その手紙を天竜川の小さな駅で電車を待ちながら読んだの。そして休暇が終わる日に東京に帰った。日曜日に。その日、私は品川にいた。品川に？その手紙に書いてあったの。あなたが女性と一緒にその場所に行くことが。5年前、いろんなことがあった1週間の中で、一番思いがけない出来事は、あの手紙を読んだことだったかもしれない。三谷さんのことをどれだけ思い、そのために何をするつもりでいるか、そんなことが全部きちんとした文章で書かれていた。愛してる人との結婚を望む人が自分の一生をかけて書いた、そんな迫力の伝わる手紙だった。その手紙って鈴の木早苗さんからの手紙だった。三谷さん、どこかでお食事でもしませんか？ごめん、俺まだちょっとあるから。じゃあなんでさ、あの時君ホテルいたんだったら俺に声かけなかった？ごめん、遅れた。これ、私がプレゼントしたネクタイですよね。かけられなかったの。なんで？迷ってたの。迷ってた？あの時の私は東京での生活に疑問を感じてた。何のために生きてるんだろうっていつもそう思ってた。だからね、鈴の木さんに会ってなんだか吹っ切れた。
紙読んでいただけたんですね。何度も読みました。あなたは三谷さんを愛してる。半年前から結婚を前提にして付き合っている。そうはっきり書いてありましたね。それ本当ですか？これから先全ての時間を三谷さんに使いたい。そう書いてありましたね。あなたの人生本当に三谷さんだけでいいんですか？好きな人以外に何がいるんですか？気がついた時には福岡行きの最終便で父のところへ飛んでいた。父と何を話したわけではないし、何かを見つけたわけではないけれど、でもあの日東京を離れて父に会いに行ったから、今私はここにいる。よかったなって言えばいいんだよな。ねえ、知ってた？え？年間10万人も失踪者がいるんだって。失踪するってさ、全てをゼロにするってことだろ。ごめんなさい。いや違う、謝んなくていいよ。俺も前にさ、何もかも嫌になって全てゼロにしたいなって思ったことがあったんだ。でもそうしなかったんでしょ、奥さんのため。それもあるかもしれない。でも分かるだろう。何？自分一人で生きてんじゃなくてさ、どっかでいつもいろんな人に支えてもらってんだって。そう思うだろう。そう思うんだ。ちょっと待って。すみません。はい。お二つください。はい。400円になります。はい、どうぞ。どうも。これ電車の中で。何？最後にさ、一つだけ聞いていい？もし仮に5年前の朝、
の月曜の朝にさ、俺が出張行かないで君の帰り待ってたとしたらどうなってたと思う？未来は変わってたかな。5年前のあの時点では俺、彼女と結婚しようなんて少しも思ってなかったから。まあ今更言ってもそうやけど。信じるわ。でも結局私はここに、この場所にたどり着いてたと思う。それは三谷さんも同じよ。きっと幸せな家庭を築いたと思う。これで本当にお別れね。さよなら。はい、三谷です。あ、俺。お疲れ様。今羽田？うん、まだ福岡だよ。仕事で何かあった？いや、別にないけど、帰りね、ちょっと遅くなる。そう。ご飯どうする？じゃあ待ってる。さっきどうしてる？もしもし、パパいつ帰るの？ね、今日帰るからね。お土産買ったからね。うん。じゃあ気をつけてね。うん、じゃあね。